よっしゃゲームやっていくぜ。どうもライスゲームズのライスでーす。多分前回の動画で多分ブシッって切ってるんじゃないかと思ってます。まあなぜならその理由としては、最高のエンディングが見られなくなりました。めっちゃマイクがたぶん響いてるな。いやー何がヘイだよ。いやまさかでしたね。まあ、10話の、10ステージの、まあ、名前忘れたんですけど、そこのところに娘のお使いがあるんですけど、その娘のお使いをやらないといけないというね。確かね、僕その時どんなんだったかな。まあ、動画見返せばまあわかるんですけど、まああえて見返さずにここで言うと多分めんどくさくてやめてると思うんですよね。あまあ別に仲間じゃなかったら、仲間以外のイベントだったら別に無視してもいいだろうと思って無視をしたら、まあ僕がいつも使ってるサイトで調べてみてもそんなに重要じゃないっていうのは書いてないんですけど、重要とも書いてないし、別にいいかなと思って無視をしたら、なんとですね、なんと無視をしてはいけないというね。はい、そのためには、最初からにしないといけないんですけど、もう正直このゲームあんまり、って感じなんで、このゲームあれですね、あの人によってかなり意見の分かれるゲームですね。まず一つ目、ダメな点一つ目言いますと、まあ、このゲーム、まあ、自動で戦闘が行われるんですけど、その間手持ち無沙汰なんですよね。暇なんですよ。特にレベル上げするときは、ドラクエのレベル上げとかだったら、まあ、なんかメタルスライムとか出現したときにこう一生懸命倒すで、結構レベル低くても倒せるような設定にしてるけど、このゲームそういうのじゃないんですよね。敵と戦う、絶対戦わないといけないし、戦ったら必ずね、まあ、逃げるわけにもいかないし、遠回りするわけにもいかないし、まあ、それやったら時間かかっちゃうし、だからまあ結構暇なんですよねこのゲーム。なんだ、なんかすげえガチガチの縛りプレイとかにして、いやガチガチの縛りプレイとかにしたら面白いのかもしれないですね。まあ例えば、そうですね、キャラ全員使った後は全部消すとか、だからもうなんかゴリ押しで行くの禁止みたいな、そういう縛りをすると面白いかもしれませんね。それ以外は、縛りプレイなしだったらこのゲーム、もうまあ結構簡単ではないな、知ってる人からすれば簡単かな。なのでね、もうエンディングはもう関係ないし、カオスフレームもいっぱいあるし、まあ、お金もいっぱいあるんで、もうちゃちゃっと進めようかなと思ってます。ちょっとねこのゲームにちょっと時間かけすぎて、他の実況がちょっとおろそかになってるところがちょっとあるんですよね。このゲーム裏で結構やってるんですよ。結構調べて結構やって、で他のゲーム全くやってないっていう状況結構続いてるんで、もうこのゲームもちゃちゃっと終わらせて終わらせたいなと思ってます。まあいかんせんちょっと再生数もそんなに増えてないんでね、まあしょうがない、もうしょうがない、こればっかりはしょうがない。まさか最高のエンディングをねできない、こんなに時間かかってまさかできないとはね。第24話聖杯。まあ、なのでね、まあ本当僕がその本当の YouTuber にねなった時に、まあね本当のエンディング、最高のエンディングをね、まあ誰かコメントでパッて見せてくださいっていうコメントがあったらねやろうかなと。今はね、まあ、ダブルワークをしながら、まあ、やってるんで、ちょっとかなり無茶しすぎたかなと思ってます。いやーちょっとねきついねこのゲームは、ちょっとどころじゃないね、すごいきついね。いやまさかでしたね。いやー本当に
で、これ進め方ちょっと変えようかな。もう、すぐ蹴りをつけるためにちょっと離れた状態から、ここから移動してこういった方が早いんじゃないかなと、すぐクリアできないんじゃないかと思っております。さあどんどん行こう。で、もうカルトフレームマックスなのでもう気にせずどんどん、こういうやつらで、もうここら辺やっちゃおうかなと。もうタロットカードも引く必要はあんまりないのかな。うん、タロットカードも結構強いやつあるんですよね。だからできる限り最後のラスボス戦で残しちゃおうかなと思っております。あと誰だっけ、フィンリルか。あ、フィンリルだね。多分ね、最強の構成メンバーでいけば多分簡単に敵を倒せるんじゃないかなと思っております。ではカットします。はい、まさかほとんどカットせずにいけたという、多分1分以内でいってるんじゃないかな。敵と一体も戦わずにルバロンと戦います。誰これ。エンゼン・ドゥーン殿を倒したか、さすがと言っておこう。しかしこの私が相手だとどうかな。私はエンゼン・ドゥーンには簡単には倒せんぞ、翔くん。この戦いに勝った者が聖杯を手にするのでさ、参られ。さあ、来い。俺に勝てると思ってるのか？もうタロットカードいっぱいあるからな。まずはフールだな。フールなーい！フールないんか。じゃあ、ジャッジメント。あれ、タロットカード意外に少ないな。引いてきゃよかったな。くっそ、もったいないことした。はい、ドン。うお、全然食らうんじゃん。大丈夫？あ、ちょっとまずいね。ラバーズ使っちゃおう。これでラバーズは敵が混乱して敵同士で攻撃しちゃうと。そんな感じです。おい、オッケー。はい、勝った。もう勝ち確定。で、これでリーダーを狙いにしてもあんま意味ないし、あとは放置したら勝つと思います。さあさあ、いけいけ。いや、このね、戦闘ちょっとどうにかしてほしかったな、正直。なんかね、コマンドが欲しかったな。タロットカードしか使えないっていうのはちょっといかんせん、ちょっときついところがあるね。暇なんですよ。とにかく暇で、ほんとプレイ動画に近いですね。で、このゲーム、かなり時間をかけて、ゆっくりね、楽しむゲームなので、あんまりね、時間がない人がね、やるようなゲームではないですね、これは。ちょっとあれですね、ちょっときつかったですね。まあ、あえて、こう、いいところといえば、編成自体やっぱ楽しいですよね。パズドラとかスパロボみたいなね、編成ができて面白かったんですけど、まあ、それ以外は、戦闘システムも、ちょっと微妙だし、暇だし、とにかく暇だし、とにかく暇なんですよね。で、こう、結構簡単に終わっちゃうしね。そなたたちような強い戦士と最後に出会えてよかった。さあ、この剣を受け取れ。勝者にふさわしい剣だ。さらばだ、戦士たちを。イエーイ！というところで、クリューヌ解放！オッケー！ちょっと今回ね、愚痴動画みたいになっちゃったのですが、まあ僕は、まあ、いいゲームはいいと。ダメなゲームはダメと。僕はしっかり判断するんでね。このゲームは、まあ、ほんと、なんか、アクションゲームが好きという方は、絶対にお勧めしないです。その代わり、戦略とか、なんか、いろいろ探したり、ね、見つけたり、なんか、新たな新発想みたいなね、ことをね、知って楽しみたい方とかは、すごいお勧めなゲームですね。編成とかもやっぱり面白いし、どこに財宝があるのかなみたいな、探すのもまたね、この一つの醍醐味だと思います。ただ、僕はその醍醐味を、時間がないからといって、調べてやっちゃったからね。でも、実際面白いと聞いたから、ね、実際、面白いゲームは、調べようが、調べてなかろうが、面白いんですよ。まあ、それが、アドベンチャーゲームとかだったら別ですけどね。アドベンチャーゲーム調べたら絶対面白くないですからね。アドベンチャーゲームは本当にもう、調べてしまったらもう完全に作業ゲームになっちゃうからね。もう選択肢を、はい、こういった、はい、こういきますよ。話を、はい、見て、はい、みたいなね。ってなっちゃうけど、このゲームはちょっとね、
評価がすごい分かれるんではないかなというゲームでした。まあ僕はあの育てるのがね好きなタイプなんですよね。ディスガイアとかそういう日本一ソフトウェアのねこうゲームとかすごい育てるのが好きなんですよ。ただこのゲーム育てることがあまりできないし、もし育てるとしてももう本当アニメを見ながらでもできるぐらいの本当にこう片手でできるレベル上げ、しかもそのレベル上げ暇というね。なんかディスゲイとかだったらこうアイテム界行って敵強い敵をこうかろうじて倒してめっちゃレベル上げて、でなんかまあなんか EX のプラスをバン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 上げて効率を良くしたりとか、そういういろいろ考えながらできるけど、このゲームはちょっとね、いかんせんレベル上げの時は本当体操座りで2時間ぐらい画面とにらめっこですからね。まあその間僕は隣でアニメ見てましたけどね、 A ボタンをちょっとたまにポツンポツンポツンって押してから、あの感覚で言うならポケモンを1体レベル100にするのにジムリーダーをずっと生き続ける状態みたいなのがもうずっと続くみたいな、でたまにちょちょって調べてはい敵倒してはいみたいなねのがあったんでね、ちょっとねあの本当このゲーム好きな人は本当申し訳ないです。ちょっと愚痴になっちゃいましたがね、本当にね申し訳ないけどね、言わしてもらいたい。やっぱりね面白くないものは面白くないと、で面白いものは面白いと、でね人にはね人のね楽しいやつと楽しくないやつがあると、そういうことですね。本当にもう疲れた疲れたというところでね、今回ちょっとね本当悪い口動画愚痴動画になっちゃったんですが、まあいいでしょう。たまには僕はこのゲームはちょっと外れかなと思ってます。コメントをしてくれた人は本当にありがとうございます。だがしかしダメだったな。あ、最近で言うとね、友達のおすすめしたガンツ、漫画のガンツ、最初すっげー面白かったんですよ。すっげー面白かったんですけど、なんか成人あたりが出なくなったところでむっちゃ面白くなくなって、もうなんか見るの嫌でしたもんね。あーなんかもうこれなんか予想できるわみたいな、あーこうなんか壮大な話になるんだろうみたいな、なんかもうわけのわからん話になるんだろうみたいな、そういう感じになっちゃったんではない、予想通り。まあ王道ではあったんだけどな、王道ではあったんだけど嫌な王道だったな。あとエヴァンゲリオンとかちょっと壮大な話になりすぎると面白くなくなっちゃうんだよな。あのなんか不思議で不思議不思議で、ああこう少しずつ解決してよっしゃ終わりとかだったんだけど、やったらいいんだけど、ガンツの場合はちょっと長かったんだよな、最後ら辺がちょっとな、無理やり引き伸ばした感じ、あれがちょっとな。しかもハッピーエンドじゃないし、ハッピーエンドじゃないし、そこでね無理やりハッピーエンドにさせたらこうなんか鋼の錬金術師みたいな最高の終わり方するんですけどね。あ、僕の今までの最高のアニメ漫画はもう鋼の錬金術師ですから、ね、別にめっちゃ好きというわけでもないです。漫画をめっちゃ読んだ、アニメをめっちゃ見たっていうわけでもないんですけど、終わり方は多分僕の人生の中で鋼の錬金術師が一番じゃないかな今のところ。いやー好きなねアニメ漫画いっぱいあるんだけどな、終わり方が気に食わないやつ結構あるんだよな。まあしょうがないんだけどな。まあというところでね、今回はね、ここまでにしたいと思います。まあこの辺愚痴言ってもダメだダメだダメだ、テンション下がるだけだ。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。